はい、こちらでございます。こうか、校舎平行、はい、資金城というゲームですね。はい、これ東映映画、じゃあ東映動画、東映アニメーションと会社のゲームですね。はい、まあ、カセット状態はかなり綺麗です。うん、だいぶいい状態。東映アニメーション謎のゲーム、おん、おついた、資金城。ないこれ。ん？押せるんか。なんでせいなったやん。ほう、揃えると爆発したけど。なんでしょう。なんなんでしょう。押せるやつと押せないやつがわからん。消えた。同じ柄を揃えればいいんか。でも動かないやつは動かない。動かないやつはとことん動かないです。消えた。うん。え？灰を変える。ないと。あ、そういうこと。その灰を変えるだけね。手ずつ戻れる。これでいけんじゃん。いけない、こいつはいけない、いけないんか結局。いけるかと思ったらいけないんか。なんなんでしょう。なんか同じ色を押して組み合わせるんでしょうけど、ここで手詰まりになるのよね。あ、変わった。なんでわしもそれまた変わってまうん？あ、いけた。向こう岸に行けた。で、扉に入ればいいのか。どうやって扉に入るかな、次。こっからで、こっからが正念場。これで？なんで変わってまうん？なんで俺のそれ変わってまうん？なんなんこれ。ちゃうな、多分ちゃうね。こっちから押して、これじゃ消えないんか。なんで消えないんだ。うわー、すごい、3つ消えた。なんでまた変わってまうん。俺の大事なそれなんで変わってまうん。もうみんな白になってまうよ、みんな白になる。それが資金城なんか、それが資金城ということなのか。なんなんやこれ。ちゃうな、多分これじゃないね。あ、もう戻せない。もう戻せない。手詰まりです。ギブアップ。すぐギブアップする。謎のゲーム、資金城でございました。20本目が、こちらでございます。はい。来た。はい。トップガン。こちらでございます。コナミの、トップガン映画を題材にしたゲームということですかね。はい。こちら購入価格300円です。はい、商品状態はまあ普通です。はい、佐渡、お、こんな感じですね。トップガン、出発しちゃうよね、やっぱ。飛び立つとこは見れなかった。ミッション1、トレーニングフォーザネクストミッション。お、次のミッションためのトレーニング。行ってみようぜ。テイクオフ。おお、来た。カタパルトから出発です。ん？オートパイロット？お、あ、
オートパイロットでした。スタート。雲がすり抜けていきます。あ、敵が来たよ。下を押せば上に動くって感じですね。全然当たらない。ビビるぐらい当たらない。とりあえず無駄に撃っちゃうね。あ、白粒さんこんばんはです。トップガンをやっております。トップガン知らなかったので買いました。300円でした。するぐらいでね。全然敵当たれへん。全然当たれへん。あ、なになに。お、敵の攻撃。敵逃がした魚はでかかったな。逃がした魚はでかかった。何？デンジャーロックオン。デンジャーロックオン。デンジャーロックオン。何じゃいの。ちょっと上に飛んでみる。上向きに飛んでみますか。ロックオンされてんねん。やばい、逃げて。やばい、わからん。安心だ。わかんない。むずくない？むずくねえか。お、着艦決めるとかっこいい。着艦まで行きたい。着艦まで行きたいんだが。またロックオンされてる。逃げて。ロックオンされたから逃げて。逃げて。どうしたら逃げれる？多分逃げた。わからんけど多分逃げれる。逃げれてるっぽい。後ろにおるな、敵が。そういうことか。やっとレーダーの見方が分かってきた。よし、倒したよ。あと3体ぐらい。どうだ？見つからない。よし、追いかけて追いかけて。あー、当たらん。あ、なんだ、Cボタンで標準変えれた。あれ、当てれる？敵がいない。標準倒した。撃て。お、倒したっぽいな。標準いいね。なるほど、こういうことか。標準の使い方がようやく分かってきた。多分もうロックオンされてんだ。片方にいっぱい寄せて一気に逆に行けば逃げられる。片方に一気に寄せて逆に行く。配信だ。難しい。じゃあトレーニングモードや、ね、全然トレーニングしてくれへんねんって。教えろや。教えろよ、教官。誰か知らんけど。遅かったな。何してんのこれ。何してんのこれ。何、フィートを下げてんの。何してん、何してん、何してん。お、一気にフィートを下げて200まで行けと。あ、これが着艦のゲームですね。なるほど、なるほど。スピードを下げるにはどうしたいの。 B ボタンか。はいはい。 A ボタンでスピード上げ、レフト、スピードダウン、スピードダウン。はい、今ようやく200。下げすぎてる。アップアップ、スピードアップ、スピードアップ。200でスピードが288じゃないと分かんない。分かった。ちょっと上がりすぎて、上がりすぎて。288でレフト、レフト、レフト、ライト、ライト言ってる。うるさいな、本当に。指示がうるせえなっつって。おどうだ。なんで、なんで、なんで、なんで。なんで死ぬんよ。なんで死んだん。ちゃんと指示通りしたやん。うるさいやつを、うるさいやつから、ほんま。標準を空母の滑走路に合わせるんですか。なるほどね。難しいですね。はい。じゃあ続いてのソフトです。こちらでございます。はい。トップガンデュアルファイターズ2ですね。トップガンの2でございます。これ480円って書いてますけど、購入価格は300円でした。カセット状態はいいですね。綺麗な方です。ザラザラの正面ですし、うん、はい、悪くないと思います。トップガンデュアルファイターズやってみましょう。スイッチオン。いいですね。ワンはクリアした。へえ、難しいのに。難しいですよあれ。絶対絶対難しいやつ。コナミトップガン
バーサスモードがついてますね。音が突き出した、すごいな、お金をかけ出したコナミがお金をかけ出した。まあ、ミサイルこれでいきましょう。さあ、なんかよりすごいな、グラフィックだいぶ進化したな、2で。さあ、いよいよ発射です、カタパルト発射。あ、なんか喋るしね、なんか喋るし。開いた。なんだ遅れて遅れ、敵の位置が上がんないよ。ペペ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 ペ
ミサイルを当てるにはどうしてんの。なんかすっげえ撃ってくる、すっげえ撃ってくるやん。死に方がド派手死に方がド派手ただただ死に方がド派手。危ない。これをこうして避けるみたいな、そういう感じのことですか。さあ今もうどっちが空か分かんないどっちが空か分かってください。私はもう何でしょう、もうさまよっております。空という名の、空という名のところさまよっております。攻撃が激しい。よし、空母を倒していきます。空母なのか知らないけど、とりあえず倒していきます。私は無事でございます。今のところ私は無事じゃないです私は今無事じゃないです。避けて、 OK、 回りながら当てたよね。避けて、 OK、 OK、 回りながら当てた。どこ向いてんの、どこ向いてんのすぐ死ぬやん。着艦させて。ゲームオーバーって言われた。お、着艦する、ついに着艦の時間ですか。あ、エマージェンシーコール、フォーセズ、トップガン、ヒーロー、おー、なんか言ってますよね。うん、マーベリック、うん、エマージェンシーミッション、うん、まあどれだけ行くよねっていう話ですね。はい、そんなトップガン DR ファイターズでございました。だからまあ2人対戦ができるようになったが DR ファイターズになったってことですかね。はい、そんなちょっと着艦も楽しい、トップガン2でございました。続いて22本目。あ、ワンは空中給油もある。2は忘れた。もう出てますけど、続いてのゲーム、はい、ドラゴンバスター2。ドラゴンバスター1を持ってるけど2は持ってなかったので買いましたけども、シールむちゃくちゃ貼ってるタイプの人ですとりあえず説明書についてきたシールは全部貼りましょうスタイルの人です。こちら裏に書かれてる文字を読みます。カールを操作して、ドラゴンを倒し聖者の剣を取り戻してください。カールが4回ダメージを受けると1ミス、全滅するとゲームオーバー。獲物が近くにいると足音がしますから、それをヒントに先を進めましょうという感じの説明が書いてあります。あ、出た、出たかな、はい、出てます。闇の封印、ドラゴンバスター2でございます。ん、コンテント、こんなスタイルになったの。行きましょうか。ここじゃないここじゃない、どこ行くの、私はどこへ。あ、いや、いいんだよ、ここか、ここでいいみたいです。音を頼りにしていく、どういうこと、音を聞く、絶対おるやろいや絶対おるやん、この音でおらんかったらもう逆に、逆にやで、それ絶対おる。なんかこれ、ゲーの鬼太郎みたいな始まりだ。あの、妖怪のやつね。妖怪なんやったっけ、妖怪大戦争じゃないわ。やったっけ、妖怪大戦争やったっけのやつですかね。あ、絶対こっちいないわ。これな、出口はなんや、なんか鍵を手に入れて出てかなかったのか。いないな。
割といない。絶対絶対やったんで、なんで攻撃すんの B で砕け散った。なんで、あ、 B で攻撃ね。壁を弾く。お、一発で倒せる。割と一発で倒せる。鍵を手に入れました。こういうことね。鍵を手に入れてで脱出すればいいか。いや、ここの鍵とは限らないですね。うん。え、ここの鍵じゃないの？自分に当たる。自分に当たる。行くぜって、行くぜ、行くぜって、行くぜってできない。なお行くぜって。絶対鍵はここの鍵やねんて。セレクトでした。セレクトで行けました。マップ入るのセレクトボタン押さなあかんのか。それはわからんで。セレクトはなかなか押さんよ。不思議のダンジョン風やな。全然ワンと違いますね。ワンのドラゴンバスと全然違う。ボーは、アローは35発撃てます。緊張感はあんねんけど、弓矢の数はえげつないよ。41発持てんのよ。来るぞ。来た。恐竜。壁の反射は使えねえ。壁の反射は使えねえ。自分に当たる。よし、倒した。鍵ゲットです。いや、1体とは限らないんか。敵が1体とは限らないと。でも鍵は手に入れたから、もうこっちはもう強気でいこうよ。こっちじゃない方がいいかな。うるさくない方が好きかな。こいつなんなんやろ。こいつなんなんか知らんねん。服の色変えられんねん、あいつのせいで。同じとこぐるぐる回ってるっぽいな。また、よし。オッケー。なにこれ。お、なんかバリアっぽい、バリアっぽい。いえいえ、今のうち、今のうち。ガンガン進め、ガンガン。いけいけいけ。どんどんいけ、どんどん。か、どこ、ドア。ドアはどこ？ドアはどこですか？もう無敵感終了したやん。すぐ終了したよ。よし。OK、脱出。お、なんか使ったな。斧かなんか使ったんかな。あ、B ボタンで斧使った。おお、森林伐採。こんな感じで進めていくのか。これパスワードかなんか出ないの？これまた続きからやりたいけど。これレトロフリークじゃないから続きからできないよ。よし、クリア。あ、また斧をゲット。森林伐採。なんかそれっぽい山まで来ちゃったな。普通に楽しいドラゴンバスターでございました。いや、これ面白いよ。おすすめです。23本目です。こちら。長靴を履いた猫。世界一周80日大冒険というゲームですね。これも東映動画、東映アニメーションのゲームですね。はい。まあ、これはまあ、多少普通の状態かな。めちゃくちゃ綺麗とも言い難いぐらい感じです。なんかちょっとシールを剥がした跡もあるしね。はい。まあ、こんな状態です。スイッチオン。ついた。間違えた。こっちだ。ちょっと不安定。ちょっと不安定。はい、着きました。世界一周80日大冒険。長靴を履いた猫。プレイヤー1。ペロ。ペロ。あ、意外とアクションゲーム。時間が経過していくんだね。
とりあえず長靴履いちゃうよね。そこに長靴がある限り履いちゃうよね。そらもう80日目、80、残り80日の今23日、あ、もうな、残り79日になってもだ急がなく、急ぎ出した、急ぎ出した猫、急に急ぎ出す猫、遅い、急に遅なる急に遅なる、6時間経ったら急に遅なったよ。何やこいつ、無休無睡無食事で頑張っておりますね。80日間大冒険ですから。さあもう残り78日になっちゃいましたよ。この上がね、のんびりしとこう。誰にも会わなくて済むでしょこれ。なんなんやろうね、あの武将は。なかなかの侍みたいな、これなんなんでしょうゾンビ侍的なやつ、あいつは何なのか。結構ステージ長いな。長靴もそれ履いてくるけどね、それはもう長靴ある限りそれ通って履いてくけど、これ無敵状態なのかな。無敵状態ですね。なんか知らんけど、あの長靴を履いたら無敵になります。おー、めっちゃ速い、めっちゃ速いです、めちゃくちゃ速い。無敵状態外れてます。なんか白黒になりました白黒になった。ちょっと知らない、知らない、ちょ、なん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 これなんなんよ、白黒なんて遅いやん。白黒になったら遅なるやん。何やんの、ほんと言うといてや事前に。あ、当たったら死ぬんや。あれ意外と当たったら死ぬんや。連れ去られてんねん。ペロかける2、イングランドです。最初からなんの、大事に行こう。残り3機、3回しか当てられないから。まだ75日もあるくせに、残り3回しか当たれないからね、慎重に行きます。同じような風景が続く。なんで急にドラゴン、急になぜドラゴン。たい焼きくん、泳げたい焼きくん。お、1面クリアした。ペロ、アトランティックオーシャン来ましたよ。アトランティックオーシャン、80日でどこに行くんでしょうか。どこへ行こうというのがね、海賊船をバッタバタ倒していきます。お、荒い海、海が荒いいや死ぬって、そら死ぬって、そら荒い海を越えようと一生懸命やねんから、もう連れ去られる。敵の海賊船も倒して、よし、波の形が変わったね。なんで急に波の形変わったんや。敵の海賊船も飛べたんや爆発、爆破炎上です。あ、上にも撃てるやんこいつ。新事実やん、こんなところで新事実を発覚させるやろ。上にも撃てるんやん、言うといて事前に。ペロ上攻撃可能でした。急にシューティングゲームなんねんな分からんわ、謎系やわこれ。無敵や、よし、無敵の時間、無敵じゃないんやこれ。あの点滅のやつ取っても無敵にならんねん。どれを取れば無敵になるか分からんな。雷も降ってきてます。何でも、何でもござれですね。やばいっすよ。あと一発しか当たれない。残り二発。これボスか。死んだ。雷に当たる。あー、ゲームオーバーか。長靴を履いた猫。むずいな、これ。省エイシステムだそうです。はい、そんな一作でございました。24本目でございます。こちらバルトロですね。これも東映アニメーションです。バルトロンっていうから、あれですかね、あのなんだ、トランスフォーマー的なやつですかね。ちょっとわかんないですけど分かってないですけど、ほい、あー汚ねえな汚ねえな汚
汚ねえよ、今の今のバルトロは汚ねえよ。大丈夫？これで正解なんかわからんこれで正解なんか、正解ということでいいのか今の。ああ多分これで正解なんだわ。自分汚ねえな口が悪なってまうわバルトロン。はい、これで正解なんだね。はい、じゃあ行きましょう。正解なんかこれ、正解じゃないよな、正解じゃないよな、圧倒的に正解じゃないと思うんだよバルトロン。しかしくれよ本当。火のついたタバコが飛んでた。ああよかった、よやっと通常のバルトロンになったわこれなんかさっきやったような気がするな、こんなゲームさっき同じようなやった気がするな。あれ俺の見間違いかなこれどっかでやったよ、こんなシューティングゲーム、こんな似たような感覚のシューティングゲーム。 A ボタン押したらその地対空ミサイルと両方撃っちゃうやつ、似たようなゲームやったな、さっき。タイトルはすぐ思い出せないけど、やったぞ。あでも敵がブーメランじゃないだけマシだわ。さっきやったこういう系のゲームは敵がもうブーメラン、ウエスタンスタイルのブーメランと近代スタイルのブーメランと2種類でやってくるからね。あそう、ボルガード2ですそうですそうです、ボルガード2、 DB ソフトのねボルガード2。これでも東映アニメーションでしょ、東映アニメーションがパクったってこと、どうなんでしょう。でも真ん中にこのマップが見えてんのね、これは新しいよね。これちょっと追加要素を出してるね。 B ボタンは何なの、あ B ボタン押すと戻れる、あ戻れるシステムはある。 B ボタンを押しながら戻ると戻れないけどね、もう戻れない過去はあるけどたまに戻れない過去はあるんだけど、基本的には戻れますよスタイル。はい、早いな、急に加速が速くなるときある。なんだろ、ピッピッピッピ言ってるのが怖いわ。ガス警報器かなんかかと思うやん。よし、長いなワンステージボルカード2も思ったけど、いやいやいや痛い、残り3機もある苦行ステージ長いから苦行や、痛い痛い痛い、急になんかまた攻撃が激しくなってきたな。戻れない。あの頃に戻れる時がたまにある。今戻れないね。3期も。ちょっと口が滑っちゃいましたね。敵の弾見づらいよね。相変わらず、ボルガード2もそうやったし。基本的に見づらくしてんのかね。敵の弾なんか、あれ取っていい、欲し、取った方がいいアイテムなんかが分かれ。よし、あれは取った方がいいから、いやちゃうな、多分違う、ね、さあまた洞窟の中入ってきた。そろそろボス戦じゃん、ボルガード2と一緒やったら、あいやでもゲームオーバーバルトロン全然あのあれ関係なかったですね、あのなんかトランスフォーマーに関係あるのかなとか思ったけど全然関係なかったですね。15本目はこちらでございます。さよならバルトロン、こちらボールブレイザーですね。ルーカスフィルムゲームですよ、あのスターウォーズを作ったルーカスフィルムですか、よくわかんないですけど、ボールブレイザー300円ですね。でアクティビジョンが、作ってるのかな。で発売元はポニーキャニオンなってます。どんなゲームなんでしょう、全く知らないです。やったことないゲームだから正解が分かんないよね、映像の言ってる映像の正解が分かんない。あこれで正解っぽいな、ボールブレイザールーカスフィルムゲームズ、間違えた、こっちを拡大してください。ボールブレイザー、ボールを運んで、あゴールにシュートする、バトルドッジボールみたいな感じですかね。いや、バトルドームみたいな感じですね。はい、3分。よいしょ、スタート。なんだ？
2人対戦ゲーム。ちょっと待って、コンピューターと差して、コンピューターと、コンピューターとできないですか、ボールブレイザー。コンピューターとやりたいですよ。プッシュスタートボタン、はい、いいんだよ、ルーカスフィルム、うん、いいと思うよ、ルーカスフィルム、うん、はい、ポニーキャニオンでいいと思うんです。はい、これいや2人用っぽいな。コントローラー2つ持ってないし、そもそもボールがどこ行った、まさかの 3D ゲーム。あらら、ボールあった、いや。またボールを失う。ボールを見失う。ボールを見失ってるよ。どうだ、どうだ、ボールはどうだ、あったあった。ゴールはどこだ、ゴールの位置が分かんない。ゴールが来たらそこに打ち込めばいいんでしょ。ゴールのポールが来ないよね。あ、来た、よーし、これ1点入ったってことかな、分からんねんけど、よく分かってないんやけど、多分それでそういうことやろ。あった、お、よーし、わしの勝ち。え、わしの勝ちじゃないの。マジの勝ちじゃない。何なの、何発ゴールしたら勝ちになるの。恥ずかしいね、なんか自分の姿見られるの。一生懸命必死にゴールに入れようとしている自分の姿を見られるのが恥ずかしいね。こいつ必死やなって思われるのが。よーし、ゴール。何点入れたら勝ちな。もう表示がもうバーストするよ、そのうち。入らない、入らない、ゴール入らない、ゴール入らない。くるくる回っとった。これで終わりない。ボールブレイザー、もうこれすげえな、このゲーム。このゲームやべえな。やばゲーです。はい。そんな、ボールブレイザーでございました。さあ、続いて26本目ですね。26本目。続いてのゲームいきましょう。これも名前こそは聞いたことあったんだけど、持ってなかったので買ってみました。こちら。マインドシーカーですね。はい。これもなんか超能力です。超能力ゲー。超能力を鍛えるというゲームです。はい。で、ちなみにさっきやったドラゴンバスターと同じ持ち主なんか知りませんけど、この付属のシール全部貼ってくスタイルね。継承されてんのよね、これが。付属のシールとりあえず全部貼っちゃうスタイル。もうここも貼っちゃってもね。もう後ろの説明文半分見えないもんね。ちょっと後ろの説明文読みます。トレーニングモードで君が持ってるはずの超能力を開発しよう。卒業検定に合格すれば楽しみながら超能力を使いこなすゲームモードに進めるぞ。ポイントかな、ポイント制でレベルを上げ最終イベントに挑戦しようみたいな感じですかね。うん、このシールのせいでここ部分がほとんど読めないですけど、はい、そんな感じのゲームみたいです。超能力を鍛えるゲーム、マインドシーカー。スイッチオン。あ、すぐ着いた。すぐ着きました。これ購入価格は300円ですね。はい、マインドシーカーも300円。コンティニューニューゲームメッセージ SP。コンティニューゲームかな？はい、始まりません。メッセージ SP。メッセージ SP は何でしょう？始まりません。ニューゲームするしかないですね。前のデータを消して新たにゲームを始めますか。いや、だからコンティニューしましょうよ。うん、コンティニューはできないですけど。じゃあ始めましょうよ。じゃあ始めましょう。そう、メッセージが流れていたぞ。まずコンピュータールームに行きなさい。わかった、じゃあコンピュータールームに行きます。こんにちは、エスパー清田です。エンタがエスパーになれるように僕がガイド役を務めよう。これはあくまでシミュレーションだけど、この世界に入り込むことが大事だぞ。トレーニングはまずそれからだ。まずこのゲームの世界に入り込めということみたいです。イメージできる世界は全て現実の世界に置き換わるものなんだ。全てはイメージが作っているんだ。今日からエンターはここで様々な超能力開発トレーニングを積んでいくことになるんだ。どのカリキュラムを行うかね。メニューの中から選びなさい。トリップをやりましょう。リラクゼーションは超能力開発の基本です。繰り返し練習してください。
リラクゼーションの意味は意識と肉体の緊張を自分の力で取り除くことです。緊張したままではうまく超能力を発揮することはできないのです。それではエスパー清田の指導を受けてください。さあ、いよいよ超能力開発始まっていきます。基本姿勢から練習しよう。一番楽だと思う姿勢を作るんだ。そしてそのまま全身に力を入れる。もうこれ以上我慢できないと感じたら一気に全身の力を抜くんだ。これがリラックスのポーズだぞ。お、わかった。リラックスした体勢に入って力をめっちゃ入れると、はい、で抜いてリラックスするということみたいです。はい。よ、したやん、したやんって、しましたよ。はい、次は呼吸法の練習。呼吸はトリップするための入り口。まず体にエネルギーを取り込むつもりでゆっくりと大きく息を吸い込んだ。そのまま少しの間息を止める。そして吸った時よりもややゆっくりと少しずつ息を吐くんだ。焦らず何度も繰り返すことが大事。はい、画面に合わせて練習。なお、やめるときは B ボタンを押す。はい、まあ、あの姿勢になって、ちょっとあの姿勢はちょっとできないから吸って、喋れんねんけど喋られへんねんけど意識の目覚めを少しは感じたかな。その感覚は非常に大切なんだぞ。じゃあ次はパワーイメージの練習。はい、 A ボタンを押すと玉が表示される。その玉を目をそらさずにじっと見つめる。しばらくすると玉が点滅を始める。点滅が始まったら目を閉じよう。そして目を閉じた時に見える玉の残像に意識を集中する。玉の持つパワーを感じることが大切だ。なおやめるときは B ボタンを押すこと。はい、 A ボタンを押して玉が点滅する。玉の残像を感じると、玉の残像を目を閉じても感じるということらしいですよ。ちょっとよくわかんないですけどね。僕もちょっとよくわかんないですけどリラクゼーションができたかな。今日のレッスンはこれで終わりだ。明日は超能力の基礎訓練だ。明日はマインドパワーを使うから部屋に戻って瞑想してくるんだぞ。謎ゲーやなこれ。ほんまに鍛えてくれるのかようわからん。ちゃんと瞑想してください。瞑想しましょう。じゃあ瞑想風をしましょう。瞑想風の何かを。はい、まず部屋の照明を落としてください。もうそれどころじゃないですなんなんこのゲームなかなかの謎ゲーでしたね。はい、ということでマインドシーカーでございました。部屋の照明を消したらもうここの画面真っ暗になってまうからね。ちゃんとエスパー伊藤になるのだって言いましたけども、ちょっと今は難しそうです。マインドシーカーでございました。もうここに邪念がいっぱいあるのよねこのパッケージ自体にもう邪念だらけなんよね。邪念だらけの上にこの上のシールはもう剥がれそうやし。はい、ということで超能力を鍛えるゲーム、ナムコのマインドシーカーでございました。はい、続いてのゲームいきましょう。続いてのゲームはこちらでございます。はい、マルサの女ですね。はい、89年カプコンから出てるゲームみたいです。500円と書いてますが購入価格は300円でした。はい、マルサの女、どんなゲームでしょう。アドベンチャーゲームかな。カプコンがアドベンチャーゲームを作ってるっていうのは知らないけど、どうだ、開きました。修正館、まずは古くなったコロッケを2度揚げた。痛み重装カプコン。元のマルサの女を僕知らないですよねそのネタなんかもしれないですけど、ちょっとその二度揚げのコロッケの説明がようわかんない。港町の例のマンションどないなった。はい、おかげさまで8億ほどで売れまして5億で買ったのが3億の儲けやな。その件なんですが、その3億をどこからの借入金にしたいのですが、また儲けすぎか。
しょうがないな。俺が貸したということにしとき。今度は何を買うや？オークションか？いえいえ、自分で売りに出したりできるもんですから。裏を知ってると、バカらしくてか。まあ俺のロールスロイスとはいかんまでも、ベンツでも買ったらどうや。ああ、そんなことより、お前の、これなんて言うんやっけ？あずま橋のホステス、カッコって言ったっけ？うん。もう生意気になるばかりで、そろそろ次の女に乗り換えようかと。さあば、まあ何でも、何につけてでも、税務署には、なんちゃらかんちゃら。今日日税務署は怖いらしいな。はい。ではまた、ご挨拶にでも預かりますので。この BGM は聞いたことあるぞ。今の、でー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 っていう音。あ、知ってる。税務署の女を主人公にしたゲームってことですね。うん。徳井さんはこのゲームをやらないといけない。チュートリアルのね。うん。港町税務署、調査員。板倉涼子さん。後に丸さんの女の異名を取るか？まだ、寝癖がついてると。こいつはいじらなあかんやろ。板倉くん、今日の君の税務調査は、港ホールというパチンコ屋だ。わかりました。結果の報告は頻繁にします。住所はパソコンに入ってるだろう。これかな？調べないんだね。パソコン調べないんですよ。露口、おい、露口、パソコン調べられないんだけど。露口、露口、パソコンの調べ方はどうすんの？パソコン調べないんだよ、こいつ。使うか。使うパソコンか。調べろよ。調べるでやれよ。使う。使うものなんてないわね。住所、港ホール。港ホール、所在地、中山 4-18-1。よし、行くぞ。お、サイドビュー。サイドビューです。移動する。港町。港町でいいんだね。移動しないです。港町のどこだ？もしかしてここ？気が邪魔だな。気が邪魔だな。さっきの斧。ドラゴンバスター2の斧を拾ってこい。拾ってこい。ドラゴンバスター2の斧を拾ってこいって。なあなあ、この施設。あ、この施設だけ行けない。高山でいいんかな？とりあえず電車に乗ってみよう。電車移動です。どこ？パチンコ、これでもパチンコっぽいな。ここパチンコやろ。これやろ。このネオンやろ。あ、来た。パチンコ屋。見ての通りよね、つって。店員に気づかすにはどうしたの？叩く。え、何を？つって。取る。呼ぶか。呼ぶや。店員、何かご用でしょうか？話す店員、え、社長ですか？奥の事務所にいますけど。移動、事務所。オッケーオッケー、いけるようになった。あ、マッチを調べる。東洋銀行港町支店。お、ティッシュ。東洋銀行のだわ。東洋銀行大好きやな。二十歳になったら献血を。日本赤十字のだわ。いたやん、社長。社長、港町税務署の板倉と申します。社長の工藤ですが、お宅のお店の取引銀行は東洋銀行の他にありますか？いや、東洋銀行だけだけど。工藤さん、この用紙にあなたの住所、氏名、家族の名前を書いてください。はい、港町東町 3-12、これが自宅ね。工藤義明。これ私の名前です。それから、女房がとしこ、息子が小一と。ここでいいですか？はい。ありがとうございました。今日は税理士さんがおらんのですよ。まあ、帳簿はそこにありますんで、勝手にやってください。ありがとうございました。はい。調べる。帳簿は調べないんだね。見る。見ての通り。通る帳簿。すいませんが、これをお借りします。これが借用書です。はい。叩く。
叩かない。税務署戻りましょう。戻ってきたよ。話す、露口。露口、行ってきたぞ。帳簿借りてきたし。そうだったら、それから調べてみたまえ。ところで今日のパスワードは？パスワードが出た。これ続きからできますね。はい。ということで、まあ結構面白いよね。アドベンチャーゲームとして普通のアドベンチャーゲームですけど、カプコンがこういうゲーム作ってたんだっていうところはありますね。はい。そんな、カプコンのマルサの女、意外とアドベンチャーゲームでございました。よいしょ。マルサの女でした。